っごい特殊な会場っすね。粉々に砕けましたけど。で、鍵はもう使ったと。で、ちょっとセーブしすぎればいいんだよ。セーブはいくらしてもいいんだよ。本棚。今度は、なんだろう、樹海、森の中っていう感じでもないか。さて、道が分かれて、あー、エリア移動。こうなると、ちょっとこっちも見たくなってくるな。先にちょっといろいろと、把握しておきたい。こっち。あ、こっちも移動できんのか。こっちは、水浸しになっている。階段の下へは進めそうにない。いや、言うても足首ぐらいまでしょうね、疲れるって。まあ、いいか。とりあえず水を抜く方法。なんか醤油チュルチュルあたりを持ってみましょうか。バケツでもいいかも。主人公は、あれよね、グラッツは、今精神空間に入られて、このままだとトラウマに、あれだよな、精神を殺されてしまう、壊されてしまう感じよな。これは一体どんな人生を送ればこんな謎のものにトラウマになるんだろうね。肉の塊、もう嫌だ。辛い、辛い。解放して。あー、辛いペヤング食ったんだろうね、きっとね。あー、でも、このアリシアっていう存在がわかんないけど、もしかしたらリセッタとしてはアリシアっていう、なんだ、補助をつけてグラッツを助けたいと思っている可能性も、なかないかな。いや、アリシアが本当にリセッタのキャラクターなのかわからん。これカエルじゃない。これは、猫ですね。これはフクロウかな。いや、猫ですね。猫って書いてあるなら、まあ、そら猫なんだろうね。なんだお前は。わ、でっかい猫たんでいるね。いかにも、我が輩は猫である。私たち、実は、ああ、それ以上言わんでいい。向こうの部屋の2階が邪魔なんだろう。察しがいいね。どかしてやってもいいが、ただでは気が乗らんな。わしは今腹が減っている。何か食い物を持ってきてくれ。食べ物。お前たちが食い物だ、とかいう感じではないか。でっかい猫たんでるね。何回か調べると、しつこい食ってやるみたいなことにはならんか。で、おっと、回復ポイント。HP は減ってなかったけどね。食い物か。食い物、それこそ隣の肉塊とか食ってりゃいいんじゃないか。あの猫ちゃん。猫ちゃん。いや、猫さんとか猫様と呼称した方がいい気もするんだが。食べ物って言ったね。こう。外の露店に何かあるかな？露店？あー、なんかあったね。ゴンドラじゃないな。なんか、移動販売みたいな。辛い、解放して。あー、これはもしかしたら自分で拷問にかけた人たち。なんで日課になってるのかわかんないけど、なんかの集合体みたいなものを意味してるのかもしれないな。あー、わかんない。外の露店に何かがあるかも。外には、あ、外出らんのか。ねえ。この場所のどこかに何か食べ物ないかな？探してみようよ。と言われてもね。あのチェーンソーピエロ徘徊しておるんじゃ、あ、いなくなって、ないね。いなくなってないね。これでもあれでしょ？こいつらもいるんでしょ？おっと、すっかり忘れていたよ。定期的に思い出さないと、割と知らない間にダメージ食らいそうだな。ここら辺がキャンディーのステッキだったりはしねえか。キャンデー。アイスキャンデー。猫にアイスキャンデーは良くないね。コーヒーカップの中に何かコーヒーゼリーか何かがあったりはしない。猫にコーヒーはもっとダメだろうな。ゼリーならオッケーか。矢印だ。ハム。ハムですか。あの猫たんが満足しそうなハムって結構大きいかもしれないね。さて、あとはピエロに。ピエロは中心あたりを徘徊しているイメージなんだけど、まあいっか、いないならいないで。とりあえずハムをゲットいたしました。ハム、何の肉かはわからない。いやまあそれは企業秘密ですよね。それはもう当然企業秘密ですよ。精神世界にハムがあるってのもよくわからんけど。これってグラッツェの心の持ちようで何でも用意できるんじゃないかな。
ハムよ出ろって念じたら、こう、ポンと。お？この匂いは？はい。どうぞ。ハムか。ちっこいな。まあいい。いただくとしよう。美味しかったのだ。うん。なかなかいいハムだった。そうハムか。お前、セシルか？ん？誰だ、お前は。この猫暗黒騎士だったか。パラディンかもしれん。ああ、グラッツェか。すごい特殊な知り合いめっちゃいるね。あの時は世話になったな。お前の奥さんにも感謝してるぞ、既婚者か。随分と冷え切った顔をしているな。あの時のお前とは別人のようだ。奥さんは元気にしているか？妻の話はするな。いろいろあったようだな、グラッツェ。察するに、愛想をつかされて出て行かれたのだろう。海藻は死亡フラグだぞ。ここにいる猫があの猫様か。お帰り。今日は帰って来れたんだね。ああ、ただいま。お腹空いてる？今ね、ミートソース作ってたんだよ。いや、いい。ASK ニュース。続けてニュースをお伝えしていきます。先日犯行声明を出したテロ組織 AGRI アグリによる爆破テロが起きました。民間人を狙ったテロ行為で死者はおよそ20人、負傷者の数はおよそ80人を及ぶと警察関係者から発表されています。現在の爆破現場の様子を中継いたします。くそ。これじゃキリがない。大丈夫？仕事、大変なの？ねえ、少しは休んだら？休む？この状況で休めるわけがないだろ。びっくりした。すまん。疲れてるんだ。うん。ごめんね。ごめんね。あなたのことを支えられなかった私を許して。どうかお元気で。クソ。あいつは俺を置いてどこかへ消えた。逃げられたのには理由があったのだろう。心当たりはいくつもあるはずだ。黙れ。俺はあいつのためにも必死に働いていたんだ。国の治安が悪くなれば、あいつが危険な目に遭う可能性も高くなる。だから俺はテロリストや犯罪者たちを始末し続けた。リセッタにも、拷問を命令し続けた。俺は正しいことをしたんだ。お前のような畜生に何がわかるんだ。答えてみろ。結局お前は自分のことしか考えていないな。なんだと？彼女を愛していたなら、なぜ彼女のそばにいてやらなかった？これはお前の人生だぞ。お前自身と愛すべきものすら幸福にできず、何の意味があるというのだ。結局は国のために身を犠牲にして働く自分に酔っていたのではないか。ん？どうだ？貴様、グラッツェ、落ち着いて。これは俺の心の中の声なのか。ああ、そうだ。本当はよくわかっているんだろう。お前が失った人生を取り戻すためにはどうすればいいのか。もう一度よく考えてみろ。さて、
わしは約束の仕事をするとしよう。この先も気をつけて進むことだ。何が起こるかわからんから。そう、違和感はあったんだよね。多分この世界に出てくる存在はグラッツェが作り出した、もしくはリセッタが作り出した世界だから、その、なんだ、逃げられたっていう状況は当然セシルも知っていたわけで、まあ自分が悪いっていうことも理解してたけど、なんだ、自分を正当化するしかなかったんだよね。やっぱり余裕がなくてっていうタイプか。正義感だけはめちゃめちゃありそう。多分その正義感を貫くあまり、グラッツェもぶっ壊れる寸前なんだろうなぁ。っていう感じかしら。で、おや？これは、サメ？イルカ？いや、空飛んでるからサメか。イルカは空飛ばないもんな。サメはまあ、たまに空飛ぶけど。ね、台風になったり、雪山に出てきたり、ビーチを泳いだり、宇宙に行ったり。大変だよね。私だったらストライキ起こしている。さて、また妙なところに棚があるね。んで、こいつは、あ、恐竜の化石もある。なんだかまとまりがねえな。あ、横行ける。なるほど。たまに思い出してかのように使うけど。普通になくってもこれは適当に押しているだけでいけるか。また微妙なところにスイッチがあるね。ポチッとな。あ、何が起きた？まあ、水が抜けたんだよね。そりゃそうさ。グラッツェ。この声は、この家は。グラッツェ、待って。一人じゃ危険よ。母さん。お、で、これで、家族関係のトラウマが、炎に当たってもダメージは受けんか。回収されるか？突っ走っちゃうあたり、やっぱ極まってんね。こっちはいけないか。こっちは、あ、なんだろう。目があれば道が、いや、普通にないか。母さん。親父。グラッツェ。見ろ。母さんの姿を。苦しんでかわいそう。お前のせいだ、グラッツェ。お前の不注意で起こしたこの火事で、母さんは死ぬことになった。違う。この火事は。おや。これを超えたのか、ジャンプして。なんか最近はね、一マスも超えられない主人公が増えてる中、これはなかなか、いいフィジカルをしてるね。ああ。この能力は、なるほど。まあ、そりゃそうだ、アリシャの能力だもん。この火事の中行くか。開かない。やっぱパワーが足りないか。閉められてんな。入れないようにしてんのか。んで、なんだこれ。おう、押せる。押せない。落とせはしないか。あ、なんか出てきた。なるほど。あそこの上に置けっていうことか。で、奥には誰かがいて、あれは、誰だ？母親とかなのかな？状況的にね。なるほど。今赤がある位置に、これ緑だよな。ちょっとね、最近ディスプレイの色が狂ってね、割とわからないんだけど、ああ、多分ここら辺の色が近しいな。いや、まあ、変えろっていう話なんですよ。うまいこと持っていかないと、積む可能性も出てくるから、まあ、多分エリア移動で何とかしてくれると思うんだけど、さて、先に奥に青を持っていくか。
赤も一緒に持っていっちゃおう。とりあえず一旦適当に。ここは5秒の縛りがあると、単純に、めんどくさいだけだな。あ、開いた。スッと開いたな。んで、無害かな。お願い。あの子に、グラッツェに、これを届けてあげて。拳銃を手に入れた。なるほど。鉛玉をくれてやるよ。あなたは、私が死んだのはあの子のせいじゃない。あの子もそれは分かってる。それでも自分を責め続けている。あの子なら、きっと、立ち直れる。立ち直れるよな。アリシャにも HP あったのか。セーブはとりあえず、なんかセーブの位置、なんか最初よく分からないんだよな。母親からの贈り物がでも拳銃っていうのも、ちょっと味気ないよね。まあいっか、このものにしておこう。届けるって下はもう道なかったよな。またこれ拳銃を鍵で。拳銃を鍵で壊す。逆だぽよ。さて、ちょっと気になってたここは、やっぱなんもないか。普通に行けるだけ。グラッツェ。殺してやる。殺してやるぞ、グラッツェ。やめろ。いいエイムしてんねえ。あれかい？説明書読んだ。いや、ハワイで親父に。するな。アリシア、その銃を貸せ。あんた、かっこいいぞ、アリシア。親父。母さんのことを愛していたあんたが、俺を恨むのは当然だ。あの日、あの火事のあった日、俺と母さんは、お坊ちゃん。ここにその宝物があったんですか？うん。そうだよ。キラキラしたやつがいっぱい入ってるんだ。いひひひひひひ。うまい！いいよ。こっち来て。ああ、これいっちゃん最初の部屋のとこか。精神空間入って。なんかそんな話してたな。なんか、パパが隠し物をしてるとかなんとかなんとか。部屋に隠してあった鍵を見つけたんだ。すごいでしょ。ええ。さすがお坊ちゃんです。さすお坊。それだよ。開けてみてよ。ほう。これは。宝石がこんなに。何をしているの？お母さん。お、奥様。その宝石を盗むつもりだった。そんな、滅相もない。前から様子がおかしいと思っていたの。このことは主人に伝えさせてもらうわよ。ち。はっ。金持ちが生きがってんじゃないよ。安い給料でこき使いやがって。この宝石で私も大金持ちだ。いひひひひひひ。うまい！お母さん、大丈夫？グラッツェ。足をひねったみたい。お母さん、ごめんなさい。僕のせいだ。僕のせいだ。いいえ、グラッツェ。あなたのせいじゃないわ。それより、あなたに怪我がなくてよかった。うう。お母さん。グラッツェ。そこのドアは開きそう？開かない。向こうから鍵かけられてる。そう。やっぱり。何？この匂い。焦げ臭い。何か燃えてる？開かない。お母さん、どうしよう。このドアは内側から鍵が開けられないようになってる。グラッツェ、落ち着いてよく聞いて。うん。そこの金属でできた箱に無線機が入ってるかもしれないの。
もしかしたら外と連絡が取れるかも。探してみてくれる？本当？わかった。空っぽだよ。いた。母さん。グラッツェ。ハンカチを口に当てて、じっとしてるのよ。この箱は防火金属でできてるから、きっと大丈夫よ。お母さんは？どうするの？グラッツェ。この先どんなことがあっても、しっかりね。お母さん、お母さん。愛しているわ、グラッツェ。お父さんをよろしくね。お母さん。あの後、火事に気づいた住民が通報し、俺は何とか一命を取り留めた。あの召使いは逮捕され、病院で目を覚ました俺のそばには、親父がいた。母さんは、助からなかった。親父、あんたは俺のことを責めなかった。あんたが年老いて死ぬ間際は、俺のことを気にかけていてくれた。俺のことを責め続けていたのは、俺だったんだ。グラッツェ。親父、すまなかった。そんなことがあったのね。ずっと引きずっていたんだ。寝ても覚めても。俺があの時、あの召使いを連れて、あの部屋に入らなければ、誰も不幸になることはなかった。俺はこの世に存在する悪人を強く憎んだ。すべての悪人を裁くために、刑事になる。国家テロ対策部からスカウトを受け異動になった。だが、結果的に俺はリセッタのような不幸な幸運に妻も失うことになった。もう、過去の自分に振り回されるのは終わりだ。さよならだ、母さん。ありがとう。まあ多分ピエロなんかよりもずっとこれを引きずっていたんだろうな。で、やっぱり、そのリセッタが苦しんでいたっていうことは当然気がついていたわけで。ただそれでもやっぱ引き下がれなかったんだな。で、消えた。もう入れないのか。で、また矢印くんが荒ぶっていて、チェーンソーピエロはいるね。一旦とりあえず、セーブはまあ、セーブはするか。回復はまあ、いらんけどね。さて、矢印がずっと左に続いておるけれども、ブンブンブン、ブブブブブン、ブン、ブン、矢印はまだ続いてるか。鍵、ここもかかってたっけか。斬新。